今回から何回かに分けて新しいモジュールレイアウトを制作しているところをお見せしたいと思います。この生野駅という駅を作ります。で、長さ70センチで4箱、2メートル80センチ、この長さで12両編成が止まれる駅を作ります。実は2と3は僕が動画を始めた2年ちょっと前にはできていたので、ここは残念ながら制作過程をお見せできません。なので1と4のセクションを作るところを今回動画にしていきたいと思います。はい、電気クラブです。今回もご視聴いただきありがとうございます。それでは12両編成が停車できる中山道本線生野駅、加藤のユニトラック企画で初めてモジュールを制作します。今回はその第1回目、どうぞ最後までお付き合いください。それでは過去に制作が済んでしまっている部分からお目にかけたいと思います。まずは ② のセクションを取り出します。続いて ③ のセクションです。収納容器は例によってニトリのベッド下収納箱で、生野駅は幅の狭い方のサイズの収納容器を使おうと決めています。はい、こちらが生野駅の ③ セクションになります。今回はレールをトミックスのファイントラックではなく加藤のユニトラックを使用しているので、はめ合わせる時に爪を折ってしまいそうな不安感がありません。安心して連結ができました。生野駅は以前に紹介した15両編成が止まれる樽の屋駅と同じ中山道本線にあります。この駅は真ん中に2本の通過線があります。ここですね。で、列車が止まる線路がこことここ、そして上り線にはこのように対子線もあります。下り線はこちら対子線のように見えますが、実は行き止まり。ほら、あそこですね。行き止まりなので支線の始発列車などがあると想定することができます。それとも私鉄電車が当駅に乗り入れていて、ここから発車していくなどと想定することができます。できている部分をもう少し見てみましょう。これは加藤の跨線橋ですが、加藤の跨線橋って実はここまでなんですが、この線路2本の通過線を含めた4線をまたぐには長さが足りないので、2個買ってきてつなぎ合わせて作成したりしています。階段部分も2個多くあるので、こちら側にも降りれるようになっています。この木造の跨線橋にフルレールで補強してあるのって、他社の跨線橋には見られないいかつくてかっこいい特徴ですよね。加藤の跨線橋キット形式で売られていますが、組み立ては簡単、古めかしい感じの駅にはおすすめのアイテムです。で、跨線橋からこちら続いているホームと屋根は同じく加藤のローカルホームセットとその延長部を買ってつなげたものです。このローカル駅舎なんですけど、こちらも加藤、これらのローカルホームセットの中核用に用意された駅舎、生野駅としてあります。この製品もキットなんですが、キットに入っていたシールにこの生野とおこばと、あと何か入ってた気がしますが、その中でおこばだとちょっと有名すぎてしまうので、生野の方を使わせてもらいました。この屋根上のまだら模様なんですけど、前に YouTube でしげもんさんが屋根の瓦を一枚一枚丁寧に塗り分けているのがかっこよかったので、僕も真似させていただきました。おかげでかっこよくできました。
僕の場合塗り分けた上からいつものウェザリング壁が出てしまい、上から墨入れダークブラウンを流してしまったので、せっかくの色のシャープさというかメリハリはなくなってしまいました。生野駅は我が家の国鉄時代を仮装した中山道本線の駅で、以前紹介させていただいた樽の屋から3つ目の駅なんです。準急列車、普通列車に加えておよそ7割型の急行列車も停車する樽の屋地方の主要駅にもなっています。真ん中に2本の通過線を持つので、準急列車、普通列車を退避させた特急列車の通過運転が見られます。上り線では普通列車を退避させて、準急列車、急行列車による接続運転などいろいろな運用可能な主要駅なんですよ。はい、駅前の高速ですが、このように若干の階段をつけて道路との高低差を表現してみました。階段横に郵便ポストとこの観光地案内のような看板があって、ここにはちょっとしたお弁当屋さんがお店を出しています。加藤の説明書によれば、このローカル駅舎は地方の急行停車駅クラスの駅とのことなので、お弁当屋さんを出してみました。駅のこちら側には懐かしい昔の電話ボックスに自転車置き場で、ここに駅前派出所があるって感じですかね。ちょっと角度を上げると、この奥のここは鉄道小荷物の取扱い場になっています。鉄道小荷物、今はもうありませんね。駅の構内にはこんな感じでちょっとした植え込みを作ってあるんですよ。古き良き昭和中期の駅がモチーフです。お弁当屋さんの隣にはバスの発着場があります。駅前営業所を兼ねたバス乗り場になります。バスの燃料補給ができるんですよ。内山バスと書いてあります。懐かしいボンネットバスもまだまだ現役だった時代設定です。この営業所、ここら辺の出来が嫌にシャープですね。先輩が就活の時にいただいたもので、窓の細さや酸のシャープさが秀逸です。紙製のようです。おそらく産経のペーパークラフトではないかと思っています。で、そこにバスが2台入っています。で、バス発着場のこちらには床屋さんがあって、クリーニング屋さんがあって、お寿司屋さんがあるという並びです。反対側なんですけど、ここの派出所の隣に定食屋さんがあって、その隣に活魚磯八、磯料理のお店、和食屋さんがあります。その隣に洋菓子屋さんのお店を挟んで、また磯八があります。この町に中堅の工場が引っ越してきたことから繁盛した磯八が、廃業したこのお店を買い取って団体客用の支店を出したって設定です。あの頃は職場単位の飲み会が多かったんですよ。で、八百屋さんがあってラーメン屋さんがある。で、こちらにも床屋さんがあってお米屋さん、今日はお休みですけど書店があって、ちょっと立派な時計屋さんがあって、スナックがあって、中華料理屋さん、お菓子屋さん、食堂があって、焼肉屋さんがあって、魚屋さんがあって、焼き鳥屋さんがある。昭和の時代ってこうして個人経営のお店がまだまだ元気だったんです。はい、ホーム側から見た駅の表情になります。駅舎の裏側の様子です。加藤の駅舎キットの出来は秀逸ですね。すでにジオコレで発売されている人々が列車の到着を待っています。駅員さんが旗を構え、列車の到着が迫っていることを知らせています。駅の小荷物扱い場があって、そこから屋根のあるプラットフォームが続いていきます。跨線橋なんですが、加藤の跨線橋キットは線路の真上あたりに列車防護板が張り出しています。もし上から物を落としても列車に当たらないための工夫なんですが、これって結構リアルだなと思います。ちょっと見落としがちなこんなところも仕
っかり押さえてくれているんです。ちょっと角度を上げて見てみましょう。ほら見えますかね。しかし加藤の古戦場って素晴らしい出来だと思います。ちょっとドローン撮影みたいにさらに上から回り込んで見てみましょう。反対側からもこんな感じかな。これはまさか僕が YouTube で動画を配信できるようになるなんて夢にも思っていなかった頃に作っていたモジュールレイアウトで、それまで作ったトミックスレールとは一線を画すためにメインとなるレールとエキストラクチャーを加藤で統一しているのが特徴です。トミックスのレールジオラマではレールとレールのつなぎ目にボンド水溶液が入ってしまって通電不良に悩んでいたことと、ジオラマ同士の接続部のファイントラックの連結爪が折れてしまう問題に悩んでいたので、今回は加藤のユニトラックにかけてみました。当時よりはジオラマ制作のレベルが上がったこともあって、今のところ通電不良はありません。僕が初めてモジュールレイアウトを作った時のトミックスレールはこのタイプのジョイント部でした。これは色がグレーになってからのレールですが、この前に茶色いレールがあったんです。ジョイント部はこれと同じものがついていました。このジョイントだとジョイントの隙間からボンド水溶液が毛管現象で染み込むことで簡単に通電不良が起きてしまいます。ジョイント部を境に電気的に絶縁してしまう現象が70センチのモジュール内で何箇所も発生してしまいました。1回目の液ジオラマではそれが複数セクションで大量に発生してしまい、結局ポイントやレールを全廃棄した思い出があります。何年かして2回目の液ジオラマに挑んだ時にはトミックスレールはファイントラックに進化していて、レールジョイント部が改善されてこのタイプに変わりました。見えますかね。ここら辺のジョイナーの精度が上がったんです。新型は旧型に比べると絶縁不良が起こりにくくなったと思います。僕も工作する際ここら辺にはボンド水溶液がビタビタにならないように気をつけるようになりました。よって2代目樽の駅には通電不良はありません。それと2代目駅モジュールではモジュール連結部にはトミックスのレールを使って、モジュール内はピーコのフレキシブルレールをトミックスレールにハンダ付けして使うなどの改良をしたのが大きかったと思っています。失敗に学ぶとはよく言いますが、それにしてもポイント15個も含むレール全廃棄は僕にとって痛すぎる授業料だったんです。しかしこのタイプの新型ファイントラック、同床のプラ爪部分が折れやすいんです。ほら見事に折れていますよね。これがジオラマの端部で周囲を景色で固めているところで起きるともう涙ものです。交換するにはベリベリっとモジュールの一部を引き剥がしてレールを交換する以外に方法がありません。しかしそんなことをしたくないので、モジュールの連結や開放には十分気をつけてるんですが、2代目樽の屋駅ではすでに 1,2 箇所が折れてしまっています。それに対して加藤のユニトラックの方を見てください。加藤のレールのジョイント部ってこんな形をしているんです。このジョイナーがトミックスのジョイナーに比べてとても丈夫なんです。ほら見た目から全然違います。トミックスのプラ爪はこんなに華奢で弱々しいのに対して加藤は見るからに強そうです。ちょっとつないでみましょう。こういう風にガチッとはまります。こうですね。構造的に折れそうに見えないのですが、万が一折れたとしてもこのジョイナー部分ってスペアパーツとして売っているので、それがモジュール端部であっても簡単に交換が可能です。しまった、モジュール端部は加藤のユニトラックを使った方が良かったと思ったけど気がつくのが遅かったようです。とは言っても
僕が大量に持っているのはトミックスレールなので、モジュール上は加藤レールでも、お座敷レイアウトでは大量にあるトミックスレールにつなぎたいので、加藤のこんなレールを準備しています。これは品番 20-045 ジョイント線路 62mm というレールで、トミックスレールと接続できる設計になっています。こんな形でほら、トミックスのファイントラックを抱きかかえるように迎えてくれます。同床付きレールに関しては加藤の方が後発メーカーなので、先発のトミックスのレールを大量に買ってしまっている僕のような人にとってはありがたい線路なんですね。僕は今回初めて加藤レールでモジュールを作るのにあたって、このレールを10本ほど買い込みました。モジュール端部から少しの間加藤レールで引っ張ってからトミックスレールにつなげようという算段なんです。そんなわけで今回は加藤のユニトラックを使った駅モジュール製作、本土水曜駅の侵入に気をつけながら進めていきましょう。昨日2枚モジュールベースを作ってきたので、この上に加藤のレールを仮置きしてみましょう。もう1枚のこれは4分の1セクション、駅の上り側のモジュールになります。で、こちらは4分の4セクション、駅の下り側のモジュールになります。では早速ここに生野駅に入るために本線から分岐していく様子をポイントレールでつなぎながら仮置きしてみます。それでは4分の1セクションから並べてみますね。生野駅の上り側になるセクションです。はい、はまりました。で、加藤近くではここが微妙に余るんですが、線路のつなぎ目とセクション端部の関係はぴったり揃っていると折れやすいことを樽根駅で経験しているので、この位置関係はグッドだと思います。下り本線と待機線も設置してみました。全体としてこんな感じの線路配置になります。プラットホームですが、こちらが下りホーム、これが上りホームになります。で、ここに渡り板がいくつか、あ、これ違いますね。確か渡り板パーツが入っていたと思うので、駅員さんのための簡易踏切を設置したいですね。で、ここまででもし12両編成が入らない場合はホームをこうやって延長する必要があるので、その確認もしたいと思います。そうした時にここの間を何で埋めるのかを考えなければなりません。延長部セットをもう1セット買うのももったいない気がしますね。ちょっと悩むところなので考えておきましょう。これで12両が入れば万々歳なんですが、さあどうなることやら。で、この鉄道感謝があったので、これはこの辺に置くのが順当でしょうか。まずは置いておきましょう。今度は駅の下り側4分の4セクションです。こちら側にもこのように線路をつないでプラットフォームを置いてみました。これで全体として何両止まれるんでしょうね。12両止まれればいいのですが、止まれないとなるとホームをできるだけこちらに寄せて隙間を何か工夫しないとなりません。調整をすることになろうかなと思います。ちょっと列車を並べてみました。手前のディーゼル急行なんですが、21メートル級の12両編成、12両がちょっと入らない感じです。ほら、一番前の客用扉がホームの傾斜部分にかかっています。ギリギリ入ってるようにも見えますが、これはアウトです。国鉄の中央線だとすれば、手前が急行アルプス八ヶ岳、奥側が郵便車荷物車も入れると10連の115系普通電車です。真ん中に左派を2両挟んだあの頃の編成ですよね。懐かしいです。ホームの上り端にやってきました。
上り側も先頭車の客用扉がプラットフォームから外れてしまっているのが分かります。あと1両分は最低限伸ばさなければなりません。困った。でもホームの延伸スペースはあるので何か考えたいと思います。猿野駅の時は2メートル80センチで15両止まれたのですが、生野駅では中央に通過線があって分岐した対地線にホームがあるのでこれが限界のようです。都会駅のようにホーム先端がカーブになっていないのも停車両数を減らしてしまう原因のようです。本日こうして作りかけのモジュールを並べてみて確認したかった内容は把握できたので良しとしましょう。これが限界のようです。それではちょっと順番が逆になりますが、公民館に行く前に線路やホームを仮置きするためのジオラマベースを作っている画像をお見せしながら生野駅制作動画丸1は終わりたいと思います。これはホワイトボードにこれから作るジオラマベースの寸法を確認するために検討しているところです。材料はこちら、タミヤの 1.2 ミリ厚のプラ板とダイソーの10ミリ厚のスチレンボードになります。おなじみの材料ですね。そうしたらこれらの材料を貼り合わせて幅344ミリ、長さ700ミリになるように1枚1枚のサイズを決めて切断しています。この時の注意点としては強度を担保する目的でプラ板とスチレンボードが互いにまたがり合うような寸法設定にすることなんです。そうしたらプラ板とスチレンボードを貼り重ねます。何度も言いますが大切なのは互いの接続位置がずれることなんです。長いスチレンボードには短いプラ板、そうやって組み合わせていけば互いの接続位置がずれますよね。またスチレンボードは厚みがあるのでお互いの貼り合わせ面にゴム系接着剤で固定することも重要です。そう、こんな感じです。もし動画を気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いします。あとで画面中央に157系鉄分マークが現れますのでそれをタップしていただけるとチャンネル登録できます。またベルマークをオンにしていただけると最新動画をご案内できます。それから動画への評価やコメントも楽しみにしてお待ちしています。鉄道や鉄道模型が大好きな皆様からのコメントは動画を作る励みにもなります。僕の知らなかった情報もたくさんいただけてとても助かっています。それでは次回加藤企画で駅モジュールを作る第2弾でまたお目にかかりましょう。